聖書人になりたい菅野和彦とひろみです詩篇九十七編の山々は主の御前にろうのように溶けたこれはどういう意味ですかということについて前回山々を中心に見てみました今回は主の御前にろうのように溶けるこちらを中心に探っていきます主の御前とはどういう場所なのか、うん 解けるとはどういう状態なのか。うん、まずは同じ紙片の。97編の中から探るんですよね。同じ紙片の中で見るということなんですけれど、紙片は平行法で書かれてるって言うんですよね。うん、平行法ですね、うん。一節何かを言ったら、別の言い方でもう一節続くような、同じことの言い換えのようなものが並んでる形なんですね。 隣に説明があるっていうふうに考えていいんでしょうかそうですねお互いに説明し合っている文章っていうことでしょうか、うん、山々が主の御前に解ける、はい、別の言い方で言うと主の稲妻は世界を照らし地は見ておののく秘、うん、造物である地や山々それが次の節では国々として言い換えられてますよね 天は主の義を告げすべての国々の民は主の栄光を見る、うん、偶像に仕える者虚しい者を誇りとする者は皆恥を見ようすべての神々を主にひれ伏せ。こういう箇所を見たときに類語似てる言葉あこれとこれは似てる言葉になってるんだとか追、えー、語範囲語を見つけるということは役に立ちますよね。そうなんですね。 ここでは、栄光と恥が反対のことを言っていますよね、うん。偶像に使えるものと、虚しいものを誇りとするもの。これは同意語ですね。同じことを言いますね、うん。言い換えてるんですよね。うん、山々というものは、国々を表してましたよね。そうですね。うん、で、えー、どの山が一番高いのか。うん。どの山にまあ信頼するのか。 一番高い山に栄光がありますよね。うん、力と繁栄の象徴みたいなものだよねそれでバベルでで塔を建てまししたたよよね。よね。そう天地を作った神様ではなくて自分たちの力で建てる塔自分たちの名を挙げるための山でしたその山に栄光と力があるということを表そうとしたのに裁かれて解けました。うん。 力あるものと誇っていたのに、偽物だったことが暴露された。それは恥というものなんだよね。神様の栄光というものは一番主の見舞いにあります。神様の顔は栄光の現れですよね。うん。見顔の光によって照らされたら全てが暴露されて、自分たちに栄光がないことがバレてしまった。それはもう、 溶けるしかない、うんうん、太陽に照らされて溶けてしまった、はい、国々が溶けるということですけれどこの溶けるは心が溶けるという時にも使いますそうなんですねモーセの時代エジプトから連れ出されて約束の地に入っていく時に偵察を送るんでねカナンの地にそうですよね、うん、そしてエモリ人その巨人たちの国を見て 心が解けました、うん、民数記の13章に書いてある出来事ですけれど申明記の1章で「その民は私たちよりも大きくて背が高いまちまちは大きく城壁は高く天にそびえている、うん、しかもそこで穴くじんを見た」と言って私たちの心をくじいた、うん、このくじいたが「心が解けた」っていう言葉なんです。 相手が大きい。そして町も大きいえ。本当は大いなる国民になると約束されてるアブラハムの子孫たちが敵の大きさを見て不安になってる。うん、無理だ無理だと叫んでる感じなんだよね。うん、そうですね。神様から目を離しちゃってる。栄光と力は神様にあるはずなのに。恐れと恥に襲われていますね。うん、今度ヨシュアたちが 約束の地に入るとき、ヨルダン川を渡って、そのカナンの地に入っていくときですね。また偵察の話があります。ユージョ、ラハブの言葉ですよね、うん。この出来事の40年前に、カナンの住民をイスラエル人たちは恐れましたけれど、今度はカナンの住民がイスラエル人を恐れてる。主がなされたことを聞いている。 海を分けてエジプトから連れ出した。そしてエモリ人の資本とオグを倒された。それを聞いて、心が溶けた。うん。吉脇の印象の十節十1節にあります。何を信頼するのか、何を求めてるのかということが問題なんですよね。この世の栄光を求めてる。この世の力に信頼してる。これがまさに虚しいものに 信頼している。偶像礼拝ってそういうものですよね。そうですね。この世の力による勝利。神様抜きの成功が欲しいと。これが国々が求めていること。偶像礼拝の国々が誇りとしていること。しかし、この偽りは裁かれます。主の名の名栄光主のの裁きの力栄光と力と主に着せよですね。うん。97編の隣。 九十六篇で、国々を主に捧げよ。栄光と力を主に捧げよ。皆の栄光を主に捧げよ。う九十六篇といえば、うん私たちの得意の第一歴代史の十六章です。ダビデが天幕を作って、契約の箱を運び上る。その時の歌の中心がこの九十六篇です。契約の箱は、道からの箱とも呼ばれるんですよね。うん。 97編で「義と裁きが御座のもといである」という言い方がありますけれど契約の箱ですよね契約の箱は王座の足台その契約の箱の中に入っているのは十回神様の言葉です契約の箱が動くときには立ち上がってください敵が散り薄せて見前から逃げるまさに敵が消えていく溶けていく 神様のの王座の前にね。その王の栄光ある力ある裁きは正しい裁きです、うん。96編からのところに正しさというのがすごく強調されてるんだよねその神様の正しさは10回に要約されてるとそして他の神々に仕えるな この世の力に信頼するな、自分たちの名の栄光を求めるんではない、ということが、第一回、第二回で命じられているところですよね。そうですよね。そして、その正しい裁きがなされて、主が王座についたということが明らかにされると、民は喜び歌います。山々もこぞって、主の御前で喜び歌います。これは九十八編に書いてあるところです。 正しい知恵のある王王様が王座につく。これを民が喜ぶ時にどのぐらい大いなる喜びなのかということをリスナーのジンさんがコメントしてくれましたそうなんですよね「第一列王記」の一章でソロモンがそのダビデに約束された王座に就くとそして祭司に油注がれる角笛が吹き鳴らされてソロモン王万歳と 叫びます民が笛を吹き鳴らしながら大いに喜んで歌ったので、血がその声で叫んだ。第一列王記の一章の40節にあります。恥じる、恥ずかしめを受ける。その反対は、主を褒めたたえる。主に賛美を捧げる。人の手で作った虚しい偶像。自分たちの力を誇りとする虚しい国々。 それに対して天と地を作られた主その主の御業が民を裁くご自分の民を創造するそこに主の栄光と力が一番表されるということですよね感謝と賛美にあふれる民ですね御言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように菅野和彦ひろみでした